そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日はですね、改めまして、最近新たにこのチャンネルね、見てくださった方ももうポツポツ多いと思うんで、ポツポツ多いっていう言葉も変ですけども、ちょっとまたご紹介させてください。当店新潟市にございます中古ギター専門店ギターフロンティアと申します。よろしくお願いいたします。そしてですね、もうこれもう僕11年やってるんですけど、あのこのオープニング、はい、そういったわけでございましてっていうのがもう癖になってるんですけど、それはどういうことだと結構言われるんです。この間はね、もうお叱りいただきましたからね、バカにしてんじゃねえかと。バカにしてませんから、もう本当もうごめん。あのもう僕古い人間なんで、僕が若い時、ほら同年代の人知ってますよね、あの天才たけしの元気が出るテレビね、あのたけしさんがオープニングで、はいはい、それだけそれだけ何してですね、言ってたじゃんね。そういうもうこびりついてんだよ、もうしょうがないじゃん、もうなんかね、なんかつい言うとき、はいそれだけでって言っちゃうんで、結構そういう人いるよね、同年代ね。親父なんですね、僕もね、すいません、本当によろしくお願いしますということで、あとですね、当店の営業時間をね、またここで改めまして、平日はですね11時から夜の8時までやっております。そして日曜日とか祭日は、同じく11時から7時です。1時間早く終わります。そして定休日が基本的に月火が定休日でございます。で、月曜日先まで祭日じゃない、そういう場合はやってます。あといろいろその時々によってあのご紹介してますので、当店のホームページの方を見ますと、あの毎月、休みのお知らせございますので、一つよろしくお願いします。ですから今月はあとですね、来週の月火、再来週の月火と、あと31、そして翌月の1日と月火休みでございます。ちなみに来週の月火はですね、休みなんですけど、休みを利用して仕事結構してたりしてるんですけど、あと気がついてる人いる、俺去年の29日から1日も休んでないんでね、まあ、これ自慢することじゃないんですけど、店は閉めてますけど、何かしら店来て動画撮って編集してやってたりするんですけど、なんでやってるかというと、ちょっと自分の中でね、今月はもうとにかく30日もう1日も休まず、もう動画をね連続30本って、もう今多分それやったことないんだよね、連続30本は。自分の中で別に誰が褒めるってくれなくてもいいです、なんか自分の中でなんかチャレンジしたいという、ただそれだけのためにやっています。ちょっとよろしくお願いします。で、そんな中で来週の月火はですね、休みなんですけど、ちょっと、出張が入りまして、これねまたまた某ギターメーカー工場にちょっと呼ばれておりまして、ちょっとインタビューを取ってきますので、まだ今日の時点では言いませんが、来週実際ね行ってきて、貴重なインタビューをまたこの動画で、ね、皆様に発信したいと思いますので、皆さん期待しててくださいよ。特にアコギファンの皆さん、めちゃくちゃあの伝説のね、伝説の名工、もう神様ですよ、その方の貴重なロングインタビューを撮ってきますんで、一つご期待くださいということで、今日の紹介こちらです。見て、ほら、お、マーチンかよと。違うんですよこれね、一見マーチンだと思うでしょ、これモーリスなんですよ。まあ結構日本のね、あのブランドってこのマーチンっぽいロゴって結構あったりするんですけど、これは80年代だと思うんですけども、モーリスの TF60H、 H っていうのはヘリンボーンってことですね、あのヘリンボーン柄、まあ HD28 のコピーって感じでしょうかね。この辺もボリュートとかちゃんと忠実に再現してます。でこれね、当時1年ぐらいかなしか、なんか生産されてなかったらしいんですけど、多分クレーム来たんでしょうね、本家からね。まあ、それなりにもうほぼほぼ40年は経ってると思われますので、小さな傷とかございますので、こちらのカメラで確認してみてください。
それでは細かいところを見ていきますね。この TF60H の H はこのヘリンボーンの H なんですね。これ綺麗でしょう。いい感じにね、このボディートップが飴色なんですよね。全体的にそんな大きな傷だこはないですね。でピックガードのね、ここをほんの少し、わかるかな、カメラ、ほんの少し浮いてるんですよ。ほんの 1、2mm かな、ほんの少し。もう角度でわかるんですけど、パッと見正面からだとわかんないですね。はい、こんな感じでボディートップは非常に綺麗です。ちっちゃなね、ちっちゃな傷がここに、ほらわかる、指先っちょに、ここの本当にほんとちっちゃいやつ、あ、ゴミでした、ここは。はい、そしてフレットはね、非常に綺麗で、残りもね、そうだな、7割8割って感じでしょうかね。こちらのスノーフレークと言いましょうか、ね、素敵なポジションマークでございます。5フレットからですね、5フレットから。そしてこのギターのやっぱり特徴といえば、このモーリスのロゴがほぼほぼマーチン風ということですね。はい、そしてペグも綺麗なんです。はい、これでピント合いました。ほら、メイドインジャパン大体でしょ、ね、色つやもいいし、状態いいですよね。わかるか、わかるわかる、ほら、メイドインジャパン入ってるね。はい、で、このちゃんとボリューとね、作り込まれてます。ネックの後ろも非常に綺麗ですよ。はい、ボディバッグもオーズウッドのね、木目も綺麗で、後ろももうほぼほぼそんな目立った傷ないよね。ちっちゃなのはあるけど、こうちっちゃなのはちょこんちょこんと。さあ、そしてサイドも、わかりますかね、ちょっと持ってみますね。サイド綺麗だ、めっちゃ綺麗、ほらいい感じですよね。ほら、これ本当にこうやって引いてみると、引くって、このカメラを引くって意味で、引いてみるとマーチンにしか見えないよね、パッと見ね、すごいな。さあ、そしてこちら、これ当時のハードケースで、ね、ちょっと開けてみます。はい、こんな感じですね。はい、十分まだまだ使えます。はい、いつものように新越シリコーンで磨きました。ということで、よろしくお願いいたします。はい、どうでしょうか。まあ、もう先ほど言ったようにね、40年経ってる割にはまあまあ色つやいいと思います。ここのね、ほんと端っこピックガードが少しめくれてるとか、そこが唯一残念かな。じゃあ、でもそうは言っても一番大事な弦高チェックしましょう。6弦の12フレット上で低い 2.2 低いよ。そしてナット幅約ですけど42で、握りここがね、そんな厚くないんだけど、いい感じで三角、いい感じで三角です。なかなかいいよねこれ。でもこの当時でさ、まあ、トップだけ短板ですけど、これエボニー指板なんだよね、これね。でもエボニーにしては真っ黒ではないんだよね。そんないいものじゃなかったのかな、まあ、当時6万だからね。じゃあ指でサウンドホールの真上ね、綺麗な音するよ。ブリッジより、ややね、硬質な感じもするね。綺麗な音するんだけど、ネックよりピック使います。サウンドホール真上で、うわー、キラリするね、抜けいいな。でっか音するね、さすがモーリス。
するし、この辺のハイポジションも楽。さあどうでしょうか、モーリスのこの時代のね、この特徴的なロゴもそうだし、全体的に本当にねマーチンって感じなんで、もしかしたらマーチン、この HD の28持ってる方のセカンドギターとかね、サブギターになんかももしかしたら面白いかもね。お値段です、こちら、モーリスの、まあ、意外と探すとそんなに出てないでしょ、TF60H、 お値段が当時6万円よ、当時6万円が、安いと思います。先ほどのハードケースがつきまして、税込みで3万9800円です。はい、安いと思います、よろしくお願いします。あの本当はもっと高く言いたかったんですけど、やっぱここは気になるよね、ここだけ、ここだけ本当にあれなんで、あれなんでっていうか、あれなんで、あれなんでっていう言い方もね、でも日本語って便利だよねちょっとあれなんでみたいな、それで全部許されるよね、ちょっとあれなんでみたいな3万9800円でよろしくお願いしますということで、あの当店ですね、あの中古ギター専門店でございますんで、皆様からですね、ご不要のギターぜひよかったらご連絡ください。エレキでもアコギでも、まあ、特に今ねアコギが不足しておりますので、できましたらマーティン、ギブソン、テイラーね、ギルドとかね、もちろん国産ジャパンヴィンテージも含めて、もしよかったら問い合わせでも結構ですので、大体いくらになるか電話でもお答えできますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。